はい、どうもこんにちは。こんにちは、パパッチです。ゆうちゃんです。今日は今日ね、三先、うん、ゆうちゃんと三先勝負ですよ。です、ね、ガチ勝負ですよガチ勝負だから、まあいいやガチンコ勝負ですよ。負けたらデコピンなんですよ。まあいいやもうね、このボールが止まる前からね、うん、ラックから球を集めるこの腹立たしさこれもう作戦ですから、はい、まあ、なんかバンキングの時になんか同様作戦とかないんかね。いいもの、いいもの。いや、まだもう勝敗決まってるから僕も分かってるじゃない。決まる前から言ったでしょ、うん、いや、あれは僕も負けてるなと思ってるから。ああ、ほんと、うん、だからまあまあ、うん、そこまでじゃなかった。でもイラッとするでしょ、うんね、だから着く前にね、うん、なんかこう弱すぎる、強すぎるみたいに誘う、なんかどういう作戦。あ、構える瞬間にブッと、あー、さあ、そっちか忘れてたよ、俺のお墓、俺の必殺技を忘れてたね。今度からそれだ、うん、無理にするとね、第三次になる可能性があるからね。これね、ブレイク、これこれ一発目のブレイク良かったと思った。これはね、もうできましたね。ね、うん、うん、完璧です、ね、まあまあいいんじゃないですか。この名前の2番をこれ飛ばすんだっけ。そう、なんで飛ばしたんだろう。あ、詰まってんな狙いすぎたね。これでこれでいったら向こうに膨らんじゃったのね。これ失敗です。ナイスショットですね。ナイスショット。この4番、そう、これね、あまりにまっすぐだったんで、パワーでどこへ弾きたかったんですよね。この前にも行っちゃうし、結果ないセーフティーなんですけど、ね、まあ、セーフティー通用しないですけどね通用して、通用して、あーねこれがちょっと8番に当たる予定だったんですけどね。8番に当たれば完璧だったんですけどね。出てきたけど、特に出てきて沈んでないと広すぎちゃったね。まあ1ラック目はもうグダグダでしたね薄すぎですこの始めも負けたと思う。なんで失敗したの。うん、いいか。あ、そうだそうだ。押しを意識しすぎて、あの、押しすぎると遠くなるしとか考えながらやったらね、中途半端ちょっとですよね。そうそう、うん、よく入れるなくなる。ちってはいいけど、死んじゃった感じ。もっと帰ってくるんですよね、もっと帰ってくる、ね、うん、帰ってこなかった、帰ってこなかった。で、止まる、止まる。そして、吹いてみるあ、隠れてるそして、吹いてみる吹いたら入るかなと思った、うん、入らなかった、惜しこれもね、これ完璧でしたよね。うん、でね、一手だけ。うん、ブレイク。でね、いつも入ってるんですよ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。上手。ああ、これね。これ入ってたらね。これが入ってくると。あれは無理でしょ。うん、あれだってもう家しか考えてない。でもああやらないと見えるところに持ってこ来る自信がなかったね。なんかちょっと重たいしね、今日ね。これ失敗あらかーと。欲しい、キューブ欲しい。全然見てなかったですね。これはちょっと熱すぎたな。
るように見えてなかったんだよね。実は心の中で奥底に出たんですよ。ギリギリやったんですね。上手っすね。上手。ギリギリだったよ。よかった。ちょっとでも強いとダメでしたね。そうですね。カタカタあってんの。ブレイク上手なのでね。いい感じですね。ちょっと遊び心が先に来ちゃうのかね。2番はあれ奥の奥のタッチポジションです。馬に当たっちゃったんでしょうね。あ、そうだそうだ。押し聞きすぎて先に押しがフンとかかってました。はい、無理。ということは完了だったんですけど、さすがレボ、レボさすがレボ恐るべし。でもこれ結果でも入ってるでしょ。うん、おー、ナイスナイス。入れて、で、ここでひっついちゃってバンク失敗か。さっき終わっちゃうとね。いけ。惜しいのかな。うわー。惜しいね。かゆみたいな。いけんにしたいでしょ。普通にね。うん。普通にやればいいんですよ。うん。8から9。はい。なんかしようとするんですよ。うん。あれは何をしようとするの？なんかしようとするんですよ。うん、9番をバンクで入れようかなっていうのが頭の中にある。そうだ、よぎった。なるほど。バカでしょ？ステーハーですか。うん、そう、あれって。なるほど。まあこういうことばっかり考えてるから。なるほど。綺麗に決まったもん。うまかった。めんどくさい。出力差が出るのは原稿。これがね、全然ラックが立ってなかったですね。うん、ひどい。パス。うん。とりあえず動いとけっていうやつです。もうひねり一度。うん、あれはナイスでしたね。結果、素晴らしい。結果オーライだった。うん、3クッション、3クッション、これでなんかこれで1ファーペンで、そうそう、1ファー。これね、これね、うん、こう手前のターンから狙ったら、うん、募るかなと思って待ってたんですよ。わかりますよ。ただね、タン側にあったんで、そこで募れーって思ってたけど、おー、うまいって。これはね、よかった。あと、怒っちゃった。ね、これ見えてるよ、見えてるって言ったけど、全然見えてなかったみたいな。なんかね、レフレンバリのスーパーショット出ないけどね。いや、今のカーブはじゃないんですよね。うん、まあ、たまたま入っちゃったわけですね。カーブの時はね、もうそんなもんですよ。で、今5球狙ったんですよ。だろうなと思った。あの、5番ね、あんまりにも薄すぎるから、なんかやってるんだろうなとは思う。5球狙ったんだけど、いや、ダメだよなと。失敗するな。次じゃないですか。次か。これで何というのでしょう。じゃあ何というのこれでしょう。引くと思うんでしょ。引くと思うんでしょ。僕がさっき言ったから変えたね。そうでしょ。止まる。僕がね、そうそう、そこで止まってしまえってね、この時言ってたんですよ。だからね、横からね穴振りをしてきましたね。
座り宣言してますからね。そう、アサリって言いましたからね、ね、心の中ではやれるもんならやってみると、いつも夜やっけ思ってましたけどね。いや、いつも言い続けたらいつかはできるんです。あ、そうね。そうだね。あの、なぞなぞであるのよ。あの、うん、とある部族がいます、はいはいはい、でこの部族が雨乞いをすると必ず雨が降ります、はい、なぜでしょう。え、いつも雨降るって言ってるから。うん、違う違う、雨乞いの儀式をすると、うん、で雨が降らない時に雨乞いの儀式をするわけですよ、うんうんうん、だからその部族がすると絶対雨が降る、うん、なんでか、なんでか、うん、なんでか。え、部族関係あるんですか。部族、部族っていうのは特にそのこ、固有、固有名詞としてそんなに意味ない、うん、なんでか。これもね、4と5重なってるように見えたんですよね。たま1個分だったんですよね。ね、これもよく言えましたね。正解はですね、雨が降るまで儀式をするから。あ、それ絶対降るわ。それ絶対降るわ。そうそうそう。あ、なるほど、そういうことね。そういうこと、そういうこと。そっか。そう、だからさっきのね、うん、毎回言ってたら、まさにっていうのをね、聞いてちょっと思い出した。ああ、そっかそっか。そうそうそう。なるほど。じゃあ、言い続けよう。そう、それがいい。まさに。まさに。ちょっとね、そっちにひねってきますか。って感じですね。あ、反対の方が良かったですか。いや、かなと思って。僕だったら反対が。よかったですか、別にどっちでも。でもなんかひねり入らない病も克服されましたね。そう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 。はい、そして有言実行、松田優おめでとうございます。で、これ優ちゃんデコピデコピ聞いてないよ、聞いてないよ、聞いてないよ。ということで終わります。ありがとうございました。